7950g でこの世に生を受けた新生実のボスザルという不名誉なあれをつけた生まれ落ちた時から可愛い概念から見放されました背が高くていいじゃないって言う人いますよね。だからそんなの富永愛とか七尾とかノーミキャメルにしか通用しませんからね。ただ大きいだけの女がいるだけですよ。そんな私が出会ったのはピンクフラミンゴ。テレビでピンクフラミンゴの群れを見た時も目が釘付けになりました。なんかピンクフラミンゴって女性の美しいところを全部凝縮した感じがするんですね。こうスラッとしててこうバッとしててなんかやっぱそういうところに憧れたんですよ。で聞けばピンクフラミンゴってピンクの餌ばっかり食べてるから美しい体の色発色をてって持ってるって聞いたんですね。あれこれもしかして私もピンクばっかり食べてたら可愛くなるんじゃないかしらと思ったんですよ。でちょうどクリスマスホリデーシーズンだったからもうこの休みの間全部ピンクのものばっかり食べようと思ったんです。でもなかなかピンクの食べ物って思い浮かばなくて思い浮かんだのが桜伝武と桜エビなんです。私それを食べようと思ったんですけどでも聞いて私桜伝武大嫌いなの。酢飯にあの甘いの乗せるって正気とは思えないんですよ。桜エビ私口角アレルギー食べたら死んじゃうの。だからね唯一食べられたのがアポロチョコの先っちょ。全然可愛くないのでもピンク諦めきれないから私だからねピザにねタバスコ前に1本ぶっかけて食べたの。あとうどんにはね一味唐辛子に1本ぶらーっとぶっかけて食べて飲み物牛乳にしました。わかりますか赤と白を合わせたピンクになるならないから全然ならない。もうずーっと太ったまんまなの。もう絶対ピンクが好きなのピンクに離された私はピンクを愛してるのにもう愛しすぎてもう憎くなってしまったのよ。だからね怒りの象徴であるこの赤をまとって生きていくことにしたの。もうやってらんないのよ。すいませんプラティバリください。